こんにちは、助産師の村上です。今回は授乳姿勢についてのお話です。授乳姿勢はママのおっぱいの形や大きさ、赤ちゃんの大きさや相性も関わってきます。なのでいろいろな授乳方法を試してママと赤ちゃんに合った方法を見つけましょう。今回は交差横抱き授乳と産後直後によく悩むおっぱいの加えさせ方、そして忘れがちだけど大切なママの姿勢について解説していきます。前回の基本的な抱っこでお伝えした縦抱き横抱きを知っているとよりスムーズに理解できるのでぜひ見てくださいね。交差横抱き授乳は赤ちゃんの足側の腕で足から頭を支える授乳姿勢になります。この授乳姿勢は首が座る前の赤ちゃんや小さく生まれた赤ちゃん、身長の高いママにおすすめです。では実際に交差横抱き授乳をやってみましょう。まずは横抱きをします。赤ちゃんの足側の腕は90度ぐらいで曲げるイメージを持つといいです。もし肘が90度以上開いてしまっていたら赤ちゃんとの距離が遠くなっている証拠かもしれません。赤ちゃんの頭側の手でおっぱいを支え、足側の手は赤ちゃんの頭を支えます。おっぱいを支えるときは乳輪のやや外側を持ちましょう。授乳は乳輪全体を加えさせるイメージで含ませます。実際にやってみると乳輪の近くを持ちがちですが、そうすると赤ちゃんが浅く吸ってしまい乳首が切れてしまう原因になるので注意しましょう。何回か赤ちゃんがおっぱいを吸っていて離れないのを確認したらママと赤ちゃんのお腹をくっつけるように引き寄せます。ミルクの時は赤ちゃんは上向きですが、交差横抱き授乳の時は赤ちゃんは真横を向いて赤ちゃんのお腹とママのお腹をくっつける姿勢です。お尻までしっかり横を向いているか確認してみてくださいね。抱き方のイメージはできましたか？ではここからはおっぱいを加えさせる動作、ラッチオンのところをもう少し詳しく解説していきますね。赤ちゃんの姿勢の準備ができたら、赤ちゃんの鼻先が乳首に、下顎がおっぱいに触れるようにします。この時赤ちゃんの口が閉じていたら、乳首で赤ちゃんの鼻や上唇をツンツンと刺激しましょう。赤ちゃんがあくびをするように大きく口を開けたら、赤ちゃんを引き寄せ乳輪まで口に加えさせます。加えられたらうまく授乳できているかどうかを確認しましょう。口は大きく開いていますか？上唇と下唇が外側にめくれてアヒルのような開き方になっていますか？下顎がおっぱいに触れていますか？乳輪が見えないくらい深く加えられていますか？チュッチュッという音はしませんか？すべてできていたら上手に加えられているサインです。そして最後にママの姿勢も確認しましょう。肩の力は抜けていますか？前かがみになっていませんか？体が左右どちらかに歪んでいませんか？姿勢が崩れてしまうと肩が凝ってしまったり、普段は感じない部分に痛みやだるさを感じることもあります。おっぱいを赤ちゃんの口に持っていってしまうと前かがみになりがちなので、ソファーや背もたれのある椅子を活用して体の位置を元に戻してくださいね。ママと赤ちゃんの距離が遠くて前かがみになる場合は高さが足りないのかもしれません。その場合は足と赤ちゃんの間に授乳クッションや丸めたバスタオルを置いて高さを作ったり、足台を使って高さを調整してみましょう。授乳クッションは必ずいるものではなく、赤ちゃんが飲みやすいポジションをママが楽な状態でキープできるのであればなくても大丈夫です。授乳クッションの代わりに丸めたバスタオルなどでの代用も可能ですが、
クッションの安定性というメリットもあるので、ご出産後、自分に合ったグッズを探してみると良いですよ。交差横抱き授乳はいかがだったでしょうか。次回は、脇抱き授乳、縦抱き授乳について紹介します。では、次の動画でお会いしましょう。